アルトゥーラは消滅した。レウスと結びし絆、その絆を信じ慈しむことで生じた大いなる力、破滅を希望へと転じることができたのは紛れもなくお前たちだ。お前たちの行いは伝説としてマハナに語り継がれるだろう。壁画にしてくれ。お前たちって俺もか。うん、お前はもうレドの孫というだけではない、マハナを導く立派なライダーだ。新しいリーダーの誕生か。ウキウキワクワクだな。お前たちには禁足地にある竜の寄り地への立ち入りを許可しようと思う。これがエンドコンテンツか。ガラ様、あそこはマハナのライダーが足を踏み入れることを許されていない危険なところ。生息するモンスターを知る者はいない。ケイナの言う通り、竜の寄り地に生息するモンスターを知る者はマハナで唯一レドだけだ。レドが。そう、あそこに足を踏み入れたライダーはレドだけ。彼の地に赴き、世界で何が起きようとしているのかに思いを馳せていたのだろう。アルトゥーラを制したお前ならきっと何か得るものがあるはずだ。そうか、そうだね。君はもうこの村を導くライダーだもんね。リーダーじゃちょっと嫁ももらわなあかんな、これ。よし、私にも手伝わせて。君たちの力になるからね。ケイナ、この度の出来事の影響か、各地でより凶暴なモンスターが巣立っていると聞く。あー、これでいろいろ増えるわけだ、マップの卵が。影響は大きかったんですね。うん、全ては自然の断り。各地へ赴き知見を深めるのも良いだろう。ウトゥーへ戻ればアルマも力になってくれる。クアン村へ行けばきっとアユリアさんも、リベルトもシュバルも協力してくれるはずだ。あとカイルと月野も。誰使ってもいいよってことだな。全部君が結んだ絆たちだね。みんなと結んだ絆をたどる冒険か。まだまだ終わらないね。ああ、そうだな。それじゃあ早速竜の寄り地とやらに出発だ。さあ、本番はこっからだ。竜の寄り地は禁足地から入ることができる巨大なダンジョンです。見たことがないモンスターや非常に強力な上位モンスターが生息しています。この世界には通常のモンスターよりも危険なモンスターである上位モンスターが生息しています。上位モンスターはバトル中に名前が赤色で表示されます。その素材からはより強力な装備を作ることができます。クルルエック X とかになるのか。クルルエック S か。冒険を共にした仲間たちに話しかけると共闘パートナーを入れ替えることができます。パートナーはそれぞれゆかりのある地で入れ替えることができますと。まずはケイナから使いたいね。おい待ってくれ、3つ新しい髪型追加されてんじゃん。レウススパイキー、レイヤカット、ブラキリーゼント。なんかリーゼントって1個あったよな。また追加すんのか。ディノバルドの絆技で討伐すると起走率がかなりアップする。ようやく手にする時が来たか。 X ブレイザー、長かったな。やっとだよ。あー、そうだよな、こいつ画獣種なのか。待って、えちょっと待って、どういうこと。もうやめたんか、子供探すの。睡魔に負けたんだろうな。この赤いのが上位の巣だ。で、一見赤色だからレアに見えるかもしんないけど、まあ、これと変わんないんだよね。これが下位で、これが上位と。結局、金色の巣が上位でもレアだったはず。
これとかはほら上位モンスターのレアナス。だから結局上位も下位も金が一番レアと。あ、ちげえわ、今作はあれなんだ、本当に3時間周回してやっと1個見つかるぐらいのなんか水色だか青の上位モンスターの超レアナスってのがあるらしいんだよね。それちょっと耐久今日やってみるか。まあ上振れしたら1時間で見つかるだろうし、下振れしたら5時間やっても見つかんねえわけだ。まあ、とりあえず一旦ここ入ろう。あーおい、懐かしいのがいるぞ。ゴーヤが寝てるぞ。ただゴーヤが寝てるってことは出るってことだ、卵が。これはジンヨウガ亜種だな。お、リオレウスだろこれ。普通のリオレウスも出るようになった。そっか、もうアルトゥーラ倒したから戻ってきたんだ。でもこれもね、破滅レウスいるからな、うちには。これはティガレックス亜種。おー、イビル城出ないやん。ひー、俺はもうギブアップだ。この次絶対起きちゃうんだよね。うわ、出なかった。これモノブロス亜種だもんな。ただこうやって避けると。ん？ん？これ？これがバゼルか？これモノブロス亜種の色じゃないよな。こんなのゲットしたことないぞ。持ち帰るか。イビルショーってか出ねえんだけど。これリオレウス亜種でしょ。やべ、出待ちされてる。こいつ俺のファンか。ちょっと上位モンスターの力がどの程度か確かめてみようか。名前赤になってるね。ガブラスぐらいならちょうどよく見れるだろう。つえおい、おい、ガブラスの強さじゃねえだろこれ。よかった、さっきイビル城あれするしておいて。絶対ワンパンじゃん、ガブラスの毒液でこれなんだから。やべえ、緊張感がもうガブラスのものではないぞ。強すぎ。あー、倒した倒した、やけどで倒したね。普通にライドオンしないと負けるわこれ。で、パワーで、あ、2体狙われてんのか。いや大丈夫か。わあ、ケイナも強くなってんな。てか武器がディノバルドになっとる。いつの間にお前ディノバルド討伐できるようになったんだ。あんじゃなくてあんなガタガタさばいてたのに。でカウンターポジション、スカイハイオール。これ普通のレウスはさ、どういう風なあのね、モーションなのか見たいよね、レウス亜種で。いや、倒せねえのかよ、強いて。飛躍とか使ってくんねえのかな。アフマル、よし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 、経験値めっちゃ多いんじゃないかこれ。あー多いわ、雑魚的な経験値じゃねえわ。太陽の方向覚えた。でもちろん素材も上位素材になってますよと。あー出たー、これだー。よし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 。うわ、お前瞳綺麗だねー。成長してからもその瞳の方がいいよ。でこれだよなー、まあリオレウス足だと思うけどな。いやーそうだな、アルトゥーラ倒してアシュも生きられるようになったか。そしてこれだ、多分バゼル。よし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 。お前子供の頃からバクリンいっぱい生えてんだな。ねえうんこぐらい許してよ。あ、こっちの方がいいじゃん。
排出物畜生。お、エンドコンテンツはそういう感じか。来たが吉田、この先が竜の寄り地だ。ここに足を踏み入れたことがあるのはレッドたった一人。この先に何が待ち受けているのか村で知る者はいない。レッドちょっとシェアしておいた方がいいんじゃない。だってそんなね、重大なものだからね、せめて村人ぐらいにはね、なんかシェアしといた方が良かったと思うけどな。それでも竜の寄り地へ赴く覚悟はあるか。はい、行きなさい。彼女に何があるのか自分の目で確かめてくるといい。はい。ああ、そういう感じ。竜の寄り地一層。あ、あー、なるほどなるほど。ああ、はい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 。こいつに話しかけたらスタートってことか。すんすん、この香り、お主もはやあのお方の血を継ぐものだにゃ。そうか、あのお方がここを去ってからもうそんなに時間が経ったのかにゃ。ここは人間に寄付されてきた地、最上層は人知を超えた力を持つモンスターの住処にゃ。この先はあのお方が残した試練を遂げた者しか通さない。それがあのお方との約束なんだにゃ。ああ、一層の試練、それは指定されたモンスターの討伐だにゃ。ここを通りたいのであればお主の力見せてもらうにゃ。どうやら試練を受けないと通してもらえないみたいだな。どんな試練だって大丈夫だ。力を合わせて最上層を目指そうぜ。オッケー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 。なるほど、こいつ倒したら二層ってことか。え、ちょっと待って、なんか4個あるんだけど。5個か。5匹倒さないといけないのか。しかも全部上位モンスターだろ。あかんな。おはぁ、1体目はドールルベルグか。よかろう。多分いけるでしょう。上位ドールベルグだぞ。懐かしいね、こいつね。パワーだった気がすんな。アユリア、アシュー。で、アフマルもスピードをいっぱい打つんじゃん。そうだよね。で、足から狙っていく。パワーだ、オッケー。7やガチュー。お、しかもめちゃめちゃ足削れてるよ。そんな HP 高くないと見た。劣化山。いや、本当に強くなった、ケイナ。さあ、うちのダブルアタックは500か。まあまあまあ、負けてないな。で、ダウンした。ダウンしたら、竜風山をぶち込む尻尾だな。え、なんか普通に一方的になんか倒せちゃいそう。あ、斬撃とんねえのか、尻尾。よしよし、竜巻やられ状態になった。224、強いな。で、サイクロンジェイサー撃ってくれてるな。竜巻状態の時に威力めっちゃ上がるやつ。それちょっとどのくらいの威力が出るのか見たいね。で、この武器が火属性だから多分相当出るはず、今度のダブルアクション。600、あれ、サイクロンチェイサーの効果乗ってないのかな。多分乗ってると思うんだけど。でも、ここは普通にスピードでいいな。ベルクサイドステップ111。ね、ガブラスの方が強かったって。マジで。ガブラスだって毒液で180も食らって、しかも毒にもなるんだよ。あ、久しぶりにあれやっちゃいますか。あれか、個人技の時か。団体競技の時じゃねえわ。まだ弱ね、さすがにな。怒ったってことはテクニックだよな、きっとね。やれるか、キングオブ下半身。よしよしよし、428。いやー、威力下がってるのはまだね、レベルがね、
いからな。お前何覚えてんの。スノーアーマー、自身の氷属性攻撃力が小アップし防御力が中アップ。おー強いじゃん。全体に氷属性中ダメージ、単体に氷属性大ダメージ、中学率で2ターン月封じ、強い。捕まえ必死こいて捕まえただけはあるね。なんか技やろうとしてんな。まあ、殴りだな。死にはしないだろ。68ジャイアントスイング、あーキングオブガーシングHP183 か。なんかコメント欄でこいつ万世型って言われてたんだよね。だからね、あれなんだよ、ステータスの上がり幅が多分レベル50とか超えてからなんだよな。もうちょっと待たなきゃあいつはダメっぽいな。でこれ持っててもしょうがないから遠雷に変えて、で麻痺も狙いつつクリティカルを出すと。あ、麻痺になった、ナイス。もう終わんないか。よしよしよし、全然いけんじゃん。てか上位防具作ろうぜ。そしたらいくらが楽になると思うんだよな。剣太鼓、尖閣、尖閣尖閣尖閣、上位素材って書いてあるね。玉三つねえか、そこそこのやついるな。ぬるいぬるい。わあ、リオレウスアッシュとリオレイアッシュのあれだ、夫婦だ。これ同時ってこと。わあ、これはちょっと強そうじゃない。まあ、嫁からやるか。レイヤはスピードだったから多分アッシュもスピードだと、スピードだと思うんだよな。ミニチュアダックス、これダブルアクションになりそうじゃね、狙ってね。いいね、お見たか、これダブルダブルアクションだよこれ。え、なんかレイヤー足とか硬くね、なんか殴った感じレイヤー足のが硬いぞってなってくると、これはレウス足からだな。つか排出物ってなんだ、排泄物だ、やべ間違えた。でも排泄物だとカプコンからまた禁止ワード言われるかもしれないから、とりあえずこれでいくか。気持ち的には排泄物だから負けてないよそこは。竜抜群、バゼルお前何かいい技覚えてないか。爆撃の方向、味方全体の爆破系ダメージが中アップ、弱いな。エアライドボム、全体に火属性中ダメージ爆破やられる状態。イグニッションブレス、中属性ダメージ爆破やられる状態。ああ、バゼルちょっと弱そうだな。あんまり強み感じないけど、まあ、まだわからんなって感じだな。ナイス、アグマル。お前もランバルと同じで俺と一緒に来ないか。やっぱケイナも、もうランボスから多分解放されたいと思うんだよね。来た、うわ、すごい、何それ爆撃の方向、なんか裏がさ、爆発してたんだけど。かっけえ。これちょっと俺回復薬使っとくか。テイクオフフレーム、はいはいはい。え、爆破なの。おい、リオレウス足爆破だぞ、やばい。毒にもなったし爆破にもなった。待って、これ やばいな。ライドしてそこは治った。オッケーオッケーオッケー。しかも飛んだなあいつ。ちょっと待って、情報量が脳が処理しきれない。粉塵で間に合うか。でレウスが飛んでスピードになってるな。お見舞いしちゃうからね。いいぞ、よくそっち狙った。イグニッションブレス、ああまあまあ2匹に217か。
回避。こっちが怒って怒るとお前テクニックだっけ、パワーだっけ、ちょっと。もうややこしいなぁ。とりあえず毒にしかなってないから。まあ問題ないな。で、リオレウスが、パワーになってんだな。じゃなくて、スピードになってるから、ここは竜風山を、頭部にぶち込む。グラインドスピア。このダメージはでかい。いやもう全体攻撃やめてくれマジで。でこれ行くしかないな。多分バセルのことだからお前全体技両方じゃなくて全体技だよな、決断技。やっぱそうだね。行くか、ノバストライク。いや気持ち悪い。まあなかなかだね。あのアイスボーンとかのバゼルギウスと一緒だ。まだ降りてこないか。あいつ怒ってないか。怒ってないなら先方のこと落とせるかこれ。気づいた、あいつ怒ってないぞ。よし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 、今のうちにクリティカル。なそっちじゃねえよ。ナイス、ランマル、お前はちゃんと分かってるな。あ、ランマルじゃねえ、アフマルだった、ごめん名前間違えた。来た、飛行対決。おい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 、レウス・アッシュがさ本職のバゼルに負ける、勝てるわけねえだろ。俺これプロじゃない、もう圧倒的大差なんだけど。せい、まだ弱んない、今ようやく怒った。あ、でもよだれてるよだれ出てる。でもうケイナがあと1回でも負けたら終わりなんだな。そこがちょっとまずいな。いや排泄物畜生のままで大丈夫じゃないな。パワーだからスピード出さなきゃいけないのか。でもお前スピードなのか。じゃあエアレイドボム。あーでもそっか、全体攻撃はダブルアクションなんねえのか。しょうがねえ、俺単体でいくぜ。まあ竜属性通るしな。おおいいね、攻撃力ダウン状態、しかも2体ともだ。やるな、アフマル。フレームファング。いや、全体攻撃いいぞ。相手が2体の時の全体攻撃マジ光るね。で、レウスが、なんかやろうとしてるけど、これ、竜宮山でもゴリ押しいけないか。決めろ、よし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 。こいつまだ怒ってんの？怒ってるね。怒ってる時パワーだよね。あー怒り治った治った、スピードか。そしたらダックス、ダックスのチート技ドラゴンオーバー、竜属性攻撃力アップ、防御中アップ、さらに回心率アップ。で俺は回復薬で回復しとくか。ドスラッシュ、お見舞いしちゃうからね。かっけえよー、大好きだお前のことが。竜人賞、竜単体に竜属性大ダメージ、これ属性攻撃の大ダメージ持ってるやつは漏れなく強いよな。さあこのダブルアクションは相当食らうぞ。900出ました。
最高記録じゃないか、通常の技ではね。斬撃通ってねえな、怒った。まあここはライドしちゃって俺がスピード命令すればいいだけだな。弱らないか、これ全体攻撃しようとしてるな。ライドしてるからやけどにならない、全然問題ない。よしよし、俺のこと狙ったな。レベル3で打ちて、つうかなんか K がめっちゃ回復してくれる。こいつって回復特化なのかな、もしかして。やっぱドスランボスっていうあのハンデを抱えてるから、こいつはその分回復でサポートするよみたいな、そういうキャラなのかもしれん。でも500で出るけどな、他のキャラはもっと出るのかね。あ、弱った弱った、次ぐらいで決められるだろうね。お見舞いしちゃうからね。まだ知らないだろ。よしよしよし、700。いやー強すぎた。いや、ジーオーガーシュ強キャラだと見たわこれ。お、オオカ竜の攻撃だって、メスカ竜の攻撃じゃないんだ、分かれてるよ。ライゼックス、なんか死に方潔いね。ドラゴンブラスター、おお名前めちゃめちゃかっこよくなっとるやん。なんかワンの時は拡散竜ブレスみたいなシンプルな名前だったんだけどな。どうした、ドラゴンブラスター、完璧だ。これなんか一層の門番的なやついねえんか、イビルジョーとかラージャンとか。ほう、大型モンスターたちに引けを取らないとは、あのお方の末裔というだけあるにゃ。そりゃそうさ、相棒の絆の力はすごいんだぞ。どんな試練でも俺たちは受けて立つぜ。試練は残り8つ、めちゃめちゃあるやん。力を示し、最上層を目指すのでありゃ。なるほど。ちょっと行ってみるか？うわぁ？急に、洞窟になったぞ。あー、にゃんと哀れた人間さんにゃ、この先には人知を超えた力を持つモンスターがいますにゃ。それでも先に進みたいのですかにゃ。ではあのお方が残した2連の試練を受けてもらいますにゃ。指定した部位を規定回数破壊するですにゃ。かつての経験が吉と出るか凶と出るか心配ですにゃ。V、爪を破壊する、 V、胴を破壊する、 V、尻尾を破壊する、だるすぎる。上位装備強、全然防御力違うやん。密輸装備がいいな。回避性の中、民族性攻撃強化大で、これシンクロ特ダブルアクションの余ダメージがものすごくアップする。これめっちゃ強いじゃん。これ作ります。え、なんか鎧玉なるものが必要なんだけど、なんか調べたらね、掘ったら出てくるんだって。ノバクリスタル。装填特の5石。特来た特。ガンランズ装備時毎ターンかなりの確率で弾を追加装填する。なるほどね。これ特ってのが一番上の5石なのかな？あ！ホコ玉台！なんか別のやつ出たんだけど。多分あれかな？武器に使うやつかな？ホコってことは。王族かな分。鎧玉大来た。カブレライト鉱石だ。あ、作れるね。なるほど、鎧玉大ならプラス10ポイントなんだ。はあ。てか俺玉ミツルの水玉なんか持ってるんだけど、ちゃっかり。かっけえ玉ミツル装備。で、残属性の武器はこれかな。電剣ライゼックス。やばくない？超かっこいいんだけど。あ、やっぱホコ玉こっちか。
で打撃は山響きシュラクベルグ。これよ、回避のメロディー、味方全体攻撃を1回ずつ避けることができる。これちょっと強すぎだよな、ガチのぶっ壊れや、これてか上位武器金かかりすぎるわ、もう全然お金足りないわ。とりあえず一旦こんなもんにしとくか。月属性は次回にしよう。さらば。